お世話になります。一人でございます。うわ、動画上げんのめっちゃ遅くなっちゃった。ごめんなさい。この情報、18時に知りました。もっと前に情報あったようですが、まあ、とりあえずね、どんな情報かと言いますと、9月21日月曜の8時59分までのイベントレイドが開始しました。内容としましては、出てくるポケモンは、秋の夜長になんかちなんでるみたいで、ピクシー、プクリン、キレイハナ、ムシャーナ、エルフーン、ドレリアが出現するとのことです。で、色違いピクシーも結構高確率で出るみたいですね。うわ、これもっともっと早くやんなきゃいけなかったな。ほんとごめんなさい。とりあえず色違いピクシー以外はそんな欲しくないんで、色違いピクシー出るまで今回やりたいと思います。はい、じゃあいつも通りですね、始める際は必ず不思議な贈り物からですね、ワイルドエリアニュースを受け取るを必ずやりましょう。これやんないと意味ないですからね。はい、出ましたと。これで OK ですね。これでいっちゃいましょう。出現場所はどこでも多分出ると思いますので、適当に入れていきますよ。はい、ここにまずは入れていきましょうと。違うね。はい、ここに入れていきましょい。いきなり来たっぽいっすね。ホッキョクケ。ドレディアですね、これは。まあ、とりあえず手始めにこいつだけ戦っときましょうか。一応ね、アップがてらこのね、可愛いドレディアちゃん、潰していきたいと思います。うわ、一気に半分まで削れた。オーバーヒート強えな、やっぱ。倒していきましたと。まあ、リピボでいいかな。よし、捕まえれましたね。これは嬉しい。普通に、一発はありがたいね。で、内容見てみますと、鎧鉱石ちゃんと来てますね、2個。これはありがたいね。この四つ星で2個はありがたい、かなり。で、イアの実、ザロクの実、小さなキノコ。他はちょっと変わりはないっすね。はい、じゃあゲットしたドレディア見ていきましょう。4V ですね。四つ星だから、まあ当然っちゃ当然ですね。はい、じゃあ見ていきましょう。普通にレベル50のメスですね。で、特性マイペース。これは夢特性ではないですね。マイペースなのでこんな状態にならないっていう、まあまあ微妙な特性ですかね。で、エナジーボール、日本バレ、リーフストーム、空元気ということで、まあ普通の技ですかね。ちょっと私よくわかんないですけど。で、控えめな性格、これは普通にいいんじゃないですか。なかなか微妙にグッドですね。はい、じゃあまた続きやっていきましょうか。あれ、また来た。これ連続で来たっぽい。ちょっとここ草タイプの巣穴なんかなって思うぐらいなんか来るんだけど、どういうことなんだ。まあ、もう一回行ってみよっか。あー、やっぱ綺麗花か。あんま綺麗花のこのシルエット見たことなかったからあれだけど。はい、でオーバーヒートどんぐらい食らう。オッケー、半分以上普通に行くね。はい、余裕で倒せましたね。さすがに三つ星ですから当然ですよね。それは一応リピートボールでちゃんと捕まえましょう。オッケーオッケー、なかなかいいんじゃない。これは今日は運がいいぞ結構。はい、で中身見ていきますと、経験アメ M5個、経験アメ L1個、鎧鉱石1個。鎧鉱石三つ星で1個もらえるんですね。まあまあいいんじゃないですか普通に。はい、じゃあ綺麗花見ていきましょう。 3V ですね。まあ普通の個体ですね。で40レベルのオスですね。オスに見えないですけど、まあそこはいいとして。で特性癒しの心でございまして、状態異常の味方を弾に直してあげるというね、気まぐれな感じですが、これは夢特性ですね。なのでやっぱり夢特性はね、いつも通り出るんじゃないでしょうか。はい、でムーンフォース、花吹雪、月の光、妖怪気、なかなかいい豪華な技なんじゃないでしょうか。でやんちゃな性格ですね。これは良くないかもしれないですけど、まあいいでしょう。そんな感じです。じゃあアップはねこの程度で済ませまして、いよいよね色違いピクシーだけちゃんと狙っていきましょうか。はい、ここで願いの塊入れていきましょう。はい、来なかった。あー違うね、ダメだな。ダメだな。お、来たんじゃないですか。これは普通にいいんじゃないですか。ただ今回出るのは色違いピクシーらしいんですが、以前のホエル王とかもそうだったんですが、星5のねやつで結構出やすいとの情報があったりしますので、星5のねピクシーだけ狙って戦っていきたいと思います。で私はですね、バグを使うことを厭いませんので、このイベントレイドが出るところでね、みんなで挑戦やって本ボタンを押して、それで1日進めるやつですね。それをやればちゃんとね別のイベントレイドのポケモンが出ますので、やっていきたいと思います。もしイベントレイドのポケモンが出てないとこでやってもね、出ないので、そこはご注意した方がいいですね。はい、それで、はい、来まして、うわこいつは結構なかなか珍しい、戦ったことないようなポケモンなんですが、星5のピクシー出るまでやっていきましょう。お、来ましたね。星5のピクシーさん。初めてのピクシーさん、これやっていきましょうか。もし出てきたら、一回戻ってですね、それで必ずレポート書いておきましょう。そうしないとね、このピクシーの前で再開することができなくなってしまうので、ご注意くださいと。はい、じゃあやっていきましょう。ドリューズで行きましょうか。来いよ、ワンチャン一発で来るよ。一発で来てくれ、頼む。来てくれ。あー違うか、わかんねえ。色違いがどういう色違いかわかんねえけど、多分違う。あーやっぱノーマルなやつでしたね。まあこれ何回も繰り返して一回リセットしまして、ここにいるピクシーは先ほどのピクシーなんで、またみんなで挑戦でやって別のねピクシーの星を出していくっていう感じですね。私はこのやり方でやっていきたいと思います。お、塩焼きたわ。2回目行きましょう。違うっぽいな。よし、塩焼きたね。あー違うか。よし来た。やっぱ無理か。よし来た。
ダメかな。お、すぐ来た。お、来た来た来た、ようやく来た。つっても結構早いけど、普通に結構早い。43分50秒ぐらいですね、撮影開始からですから。だいたい40分ぐらいですかね。まあ結構早いね。てか耳が緑なだけなんですね、色違い。本当に体全然色変わってないよな。まあ、このままいけっかな、ワンちゃん。うわ、あいつ小さくなる、めっちゃ使ってくるからほとんど攻撃外れるんだけど、なかなかきついぞこれ。うわ、外れた、また外れた、やばいぞこれ、めっちゃ外れてる。うわ、また外れた、やばいんだけどこれ、味方外しすぎなんだけど。うわ、月の光してきやがった、えげつねマジかよ。もう回避率上がらない状態でそこまでするってひでえな。いや、ちょっとこれ勝てないんでリセットしますわ。勝てないもん普通に。コバルオンで行こっか。コバルオン育てましたんで。で、なんでコバルオン選んだかっていうと、挑発覚えてるからですね。挑発まず打っていきましょう。はい、挑発打って、それで小さくなる、やらせなくしてからね、やった方がいいんじゃないかなと思います。まあいけるんじゃないかな。あ、小さくなる、出せない、オッケーオッケー、これラッキーですねマジで。はい、これでアイヘで後を打っていくだけですね。いけるんじゃないかこれは。ただ挑発はバリア張ってる時できないんで、タイミングちゃんと伺ってやらないとダメですね。よし、バリア1個目突破していく。まあ比較的楽ですかね。あ、挑発溶けちゃったね。あ、挑発溶けたけど、ちょうどタイミングいい時でしたね。ここで挑発もう一回打っていきましょう。ちょうどバリアない時にできたんで良かったです。まあでもこれは運になっちゃいますね。あとは、うわ、タイミング悪くて挑発出せませんでしたが、多分なんとかやってくれるでしょう。結構きついですね本当に。最後の最後で無駄急所を出るっていうね。リピボでいきましょう。おっしゃ、来た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 。これは嬉しいね。一発で捕まえさせてくれたのさすがに嬉しい。これ2回目だったらめっちゃきついからね本当に。はい、でこれで KK アメ L2 個、 XL1 個、鎧鉱石2個しかないんだ。もう1個あってもいいと思うんだけどね。ダイマックスアメ2個でございまして、まあとりあえずね、色違い出たんでいいですわ。まあこいつ耳だけしか違わないからそんな良くないんですけど。はい、じゃあ見ていきましょう。 5V ですね。さすがにすごいわこれは。かっこいいわ。で、メスのレベル60のピクシーでございますと。で、それで特性はメロメロボディですね。自分に触った相手をメロメロにすることがあるということで、なかなか強い特性だと思うんですが、ただこれ夢特性じゃないんですよね。夢特性しかも天然で多分めちゃめちゃ強い特性だと思うんで、これはかなりの残念さだとは思いますね。で、技はですね、ムーンフォース、コメットパンチ、月の光、マジカルリーフというね、小さくなら覚えてねえんかいっつう話ですけど、あんなやられたのに、まあしょうがないでしょう。せっかちな性格でございますと。まあ、とりあえず捕まえられたんでいいですけど、すっきつかったな。はい、ということで今回はドレディア、キレイ、花ピクシーみたいな感じでゲットさせていただきました。なんといってもね、色違いピクシーが結構出やすくなってるのは本当にめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。で、今回動画では出てきませんでしたが、エルフーン、ムシャーナ、プクリンも出てきますので、皆さんぜひやってみてください。一部情報によると太陽の石とか月の石もなんか出るなんていう話もありますが、私は出ませんでしたね。まあ3回しかやってないんで大して当てにならないと思いますが、まあとりあえずいいでしょう。今回はね、もう短時間で色違いピクシーゲットさせていただいて、めちゃくちゃ興奮してピクピクしちゃったので OK!